トレランスという言葉がある。寛容もしくは許容という意味で形容詞はトレランス。通る税金が受け入れられるかどうかといった語源から来ているのではないかと思うが今では科学用語として広く使われている例えばフォールトトレラント設計フォールトとは失敗故障ということである 部分的に何か問題が生じても全体が機能停止に陥ることなく何とか持ちこたえるようにあらかじめ考えて設計しておくことである。銀行の口座やチケットの予約管理など大規模なシステムではとりわけ重要となる。予期せぬ入力ミスやエラーがどこかで起きても。 全システムがダウンせず仮に機能を縮小しても何とか動作し続けるようにしておかなければ大混乱に陥ることになるこのようにコンピューターが関わるシステムではサーバーを重複しておいて互いに他をバックアップする福岡博士が研究用に使っている DNA ゲノムデータベースも米国ヨーロッパ日本にサーバーがあり日々更新されるデータを 毎日同期している航空機や自動車などでも安全のためにフォルトトレランスが必要となる有名な例では高級車トヨタセンチュリーの V 型12気筒エンジンは型バンクが故障で停止しても6気筒エンジンとして機能する飛行機もジェットエンジンに鳥が衝突して1台が機能停止しても他方の出力だけでとりあえず飛び続けられる。 さすがに両方のエンジンが同時にやられると飛行困難となる。2009年にニューヨーク上空で起きた事故では鳥の群れとジェット機が交錯してしまった。機長の咄嗟の判断で飛行機はハドソン川に不時着し全員無事だった。フォールとトレランド設計を行うための基本思考は断腸性である。つまり、 いざという時のためにコンピューターにせよエンジンにせよバッテリーにせよ余分のシステムセットを備えておくということであるでここにジレンマが発生する安全を考えればできるだけ断調性を用意しておけばよいことになるがそれはいざという時以外には不要のお荷物となりコストとなる限られたパッケージの中でよりコンパクトより軽量 より高機能を目指せば目指すほど断調性を削ることが求められるがそうすると逆に想定外のことが生じた時脆弱性を露呈してしまうえ例えば F1 マシーンはレース中にエンストしたらおしまいであるなぜならスターターがついていないから8基灯2.4リッターで800馬力もの出力を発するエンジンを回すには 相当でかいスターターモーターが必要だろうが究極の削ぎ落としが追求される F1 マシンにそんなものを載せる余裕はないだから F1 マシンはエンストに対するフォールトトレランスはゼロということになるえさて生命システムの場合はどうだろうか生存競争を勝ち抜く上で余分なお荷物を背負っていることは不利であるできるだけ削ぎ落とし効率化しておきたい 他方予期せぬ環境変化や敵が立ち現れてくる可能性も多々あるそんな時のためにフォールトトレランスも備えておく必要がある F1 マシンのように研ぎ澄まされていながらセンチュリーのような余裕があるそんなことが可能だろうか可能なのである胃を全部摘出しても人間は生きていられる他の部位が消化機能を代替するのである 平行間隔を司る三半規管の機能がケガや病気で失われても人間はちゃんと運動することができる他の部位が重力や加速度を補完的に感知する粘土細工のように作り直すことができることをこれを生命の過疎性という福岡博士が博士になった時のこと 理系は就業に長い時間がかかる。大学4年大学院5年大学院では先輩の肩越しに実験の手法やコツを学ぶ理論上は A 液と B 液を混ぜて摂氏37度で10分間保つと反応が起きて C になるということが分かっていても実験は決してできない。 A と B はどちらを先に入れるのかとか混ぜるのも激しくも振りすぎると泡立って中の大切なタンパク質が変性するから優しく指で叩くだけにするとか反応にはどのタイプの試験管を使うのかとか材質や形状によって温度の伝わり方が変わってくる摂三37度の高温は どうやって作り出せばよいのかとか専業の温水器があるそういう実際の細かいノウハウを五万と知らなければならないこれをベンチワークというベンチ実験台。この点おそらく美術工芸とか板前修行とか伝統芸能とかそのような世界に近いのではないかと思う。こううしてなななかかかまくいかない中、 与えられた研究テーマを一歩一歩試行錯誤のうちに進め何とか論文に仕上げその結果大学院の最後に博士号を取得する。博士といっても理系の博士は目標でもゴールでもないむしろ出発点言ってみれば運転免許証のようなものでこれをもってようやく路上に出られる。 とはいえまだまだ研究者としてはひよっこのひよっこ就業は次の段階に移るこの就業期間はポスドクと呼ばれているポストドクトラルフェロー博士研究員実態は研究奴隷傭兵である大きな研究室に雇われてボスの研究計画を推進する力となる 福岡博士の頃はここで研究者の卵はみんなアメリカを目指した生命科学研究はアメリカが技術装置情報すべてで圧倒的に先行していた福岡博士はたくさん応募の手紙を書いて行き先を探したでその中でどこの馬の骨とも知れない私を雇ってくれたのがニューヨークにあるロックフェラー大学だった かつて野口秀夫が留学していたことのある研究所だ私は文字通り取るものも取り合えず柳氷一つで渡米した心は野口秀夫である待っていたのは地獄の日々来る日も来る日も実験に明け暮れなけなしの給料でもろ雑巾のようにこき使われた「ニューヨークに住む」という華やかなイメージとは対極の窮乏生活だった 安アパートと研究所の間の通勤でいつも阿弥陀じを選ぶように昨日とは違う経路を通って異なる街路樹の風景とその先のニューヨークの高く澄んだ空を見るのが唯一の気晴らしだった時は1980年代が終わろうとする頃日本はこれから一大バブルを迎える高揚感と期待感が充満していた。 だから福岡博士のトラウマの一つはバブル期の日本を知らないといととうことである。昭和が平成に変わるのも天安門事件が起こったのもベルリンの壁が崩壊するのも湾岸戦争の開始も全てアメリカで知ったでも今にして思えばニューヨークの日々は福岡博士にとって人生最良の時間だったのである。 一切の雑事も雑音もなくただただ自分の研究と向き合うことだけに専念していればよかった遠い時間あれからもう四半世紀ひょんなことからもう一度ニューヨークに住むチャンスが巡ってきたあこのほど日本の勤務先大学をしばしお休みさせていただく許可が取れ2013年4月からロックフェラー大学の客員研究員となって 古巣に戻ることになったのであるいわば人生のプレゼント多分これで最後の原点に戻ってしっかり勉強し直してまいります。本書のカバーデザインに使った奇妙な物体現代アートのようなあるいは未知との遭遇のようなは細胞性粘菌という生命体の写真である。 生命体の柔らかさを端的に象徴するものとしてここに登場してもらった。年金と聞くと日本が生んだ数奇な博物学者熊楠を思い出す方がいるかもしれない熊楠は熊野の奥山に分け入って年金の採集と研究に勤しんだ彼が取り組んでいたのは年金のうちでも 新生年金と呼ばれるものの方だった。その名の通りネバネバしたアミ状の集合体が一晩でキノコ状の姿に急速に形を変えるクマグスはこの生物の虜になったしかし変幻自在ぶりという観点から言うと新生年金よりも細胞性年金の方がはるかに劇的である。 ひょっとしたらクマグスは細胞性粘菌のことは知らなかったのかもしれないもし彼が細胞性粘菌を目の当たりにすることがあったならそのパラノイア的な執着を持って無我夢中で膨大な研究に没頭したに違いないそれほどまでに細胞性粘菌はすごい細胞性粘菌は動物でもあり 植物でもある単細胞生物でもあり多細胞生物でもある単細胞状態の時の細胞性粘菌はアミーバ状特別の形はないところがある時何千何万という数の単細胞粘菌がある一箇所に集まってくる。 見てていいると、音が聞こえてきそうな勢いで。集まった粘菌は一体化し丸くなり丸くなったかと思えば突起が生え徐々に細長い形を成すそれはまるで顔のないナメクジのような多細胞生物となって動き出すナメクジ怪物になった粘菌は自分がここだと思った場所まで 移動した後、しばらくそこに佇たずむやがて逆立ちをするようなそぶりを見せつつ次の変化をとげ始める頭の部分は地面に張りつく土台となり胴体は細長い柄となるそしてお尻だった部分は柄の先端に取り付けられた丸い展望台のようなドームとなる。 これがカバーにある細胞性粘菌の「子実体」と呼ばれる一時期であるこの時細胞性粘菌は風にそよぐ植物のように見えるまもなくドームからは無数の胞子が放出されるこの一連の変幻自在ぶりはまるで宮崎アニメのスペクタクルシーンを見ているようだ 細胞性年金の生活は謎だらけである。最先端の生命研究によっていろいろと調べられているけれどまだまだ解き明かされないことが多い。年金たちは食料が十分あるような環境にいれば年金の餌は土壌中の微生物であるが自由な単独生活を謳歌している。これが彼らの基本なのである。しかし寒くなってきたり 土が乾燥してきたり餌が枯渇してくるとたくさんの仲間たちが集合を開始するそして早く動ける多細胞生物となって安全な場所に移動するそこで胞子を飛ばすことができる子実体という形に姿を変えて次の世代に生命をつなぐのである胞子は乾燥や寒さ暑さに強い 軽いので風にに乗って新天地にたどり着く。いくつかの胞子はそこで発芽し単細胞粘菌としての生活を開始する集合の際細胞が分泌する CAMP アデノシン一輪酸という物質が仲間を呼ぶ信号になっている。 でこのように個々のプロセスに関わる化学物質を突き止めるというような研究は現代の先端科学が得意とするところなのだがあもう少し大きなストーリーになるとたちまちわからなくなる。例えば集合した細胞たちはいかにして一つの目的のために要所要所で協力できるのかここにはリーダーも指揮者もいないのに。 環境に適応するため合理的な能力を身につけた。生命は極めて可変的なのだ。生物学はいつもそういうふうに生命の振る舞いを説明する。あもう少し正確に説明するなら進化論的な言葉が使われるすなわちたまたまそのような能力を身につけた種が自然淘汰のフィルターによって 選択され生き残っっていったのだと。さらに進化の単位を遺伝子のレベルで考えると突然変異が遺伝子上に起きて形態や行動に変化が生み出され変化が環境に対して有利なものであった場合その変化をもたらした遺伝子が複製されるチャンスが増えることになる。 でこのようなな説明になる。細胞性粘菌の遺伝子もまた長い進化の時間をかけて少しずつ環境のフィルターをくぐり抜け巧みな生活様式を発現できるような遺伝子が選ばれて今日に至っている。生命は極めて柔軟なのだそんな風に説明される。 でも私は生命の柔らかさを必ずしもそういう意味で考えているわけではない細胞性年金はもともと個人主義フリーランスの生活を営んでいたできるだけ他人と関わらないある意味で羨ましい生き方食っていくことさえできればそれでいいそして次世代を残すためには細胞分裂をすればいい。 ところがひとたび環境が悪化して食料不足になると一転して個人主義を捨て、協力するる。ようになるこの時重要な論点は集まってきた個々の粘菌細胞はもともとフリー生活者だったからその遺伝子は少しずつ違うものであるということそれが一致団結して巨大移動体を作り出してそして支持体を作り出す。 もともと個人生活者だった細胞たちはこの時あるものは土台となりあるものは絵となるでもそれらは最後には朽ち果てていくつかの幸運なものだけが奉仕となって次の世代へとつながれる誰が何になるのかは巨大な多細胞集団の内部でたまたまどこに位置したかという偶然によって決まるつまりここでは 利己的なはずの遺伝子は利他的に振る舞っている仲間のうち誰かが助かればよくて自分自身は犠牲になってもよいアリアミツバチの世界では同じ遺伝子を共有する兄弟姉妹の間で共有する遺伝子を次世代に残すためにこそ利他的行為があるという物語が成立する。利他的なのは、結局、 利己的遺伝子の生き残り戦略だと。あでも細胞性年金の場合は集まってきた細胞たちは兄弟姉妹ではなく同じ年金とはいえもともとは赤の他人なのであるそれでも彼らは集合し協力し利他的に振る舞い得る生命には時としてそういう柔らかさがある私が好きなのはあそして もっと知りたくなるのは生命のそういうやわらかさなのであるウーパールーパーを覚えていますか小さな目とおちょぼ口のとぼけた丸い顔赤ちゃん体型に短い手足首に巻いたフリルあ実はエラー大人になりきれないイモリの仲間イモリはカエルと同じ両生類だから本来は 体のうちは水中でエラ呼吸、大人になると肺呼吸になって陸上でも生活できるようになるえところがこのウーパールーパーは本当の名前はアフォロートル、まあ、これも微妙な名前だがは驚くべき柔軟性の持ち主なのだ手や足がちぎれてもすぐに生えてくる手や足だけではない 身体のどんなところでも内臓やたとえ脳の一部であっても再生することができるのである。一体どうしてこんなに柔軟なのかどうやらウーパールーパーの白いぷよぷよの身体の中にはたくさんの万能細胞が隠れているらしい。ちょうど iPS 細胞や ES 細胞のように何にでもなりうるけれど。 何にもならず足踏みしている細胞それが一旦断れば活動を開始するのであるこれに比べると私たち人間はちっとも柔らかくないじゃないかそう思う方もいるかもしれない確かに私たち人の身体の作られ方はかなりきちんと固まっている細胞性年金細胞性粘菌のように 変幻自在でもないしウーパールーパーみたいに再生能力が高いわけでもないでも私たち人も年金やウーパールーパーに負けず劣らずあるいはそれ以上に柔らかい生命体なのである言いたいどこがあそれは外からでは見えないところ人で直接実験することができないので人と同じベッと 視神経をを持つ動物を使っって行った実験、まあ、すごく残酷なのだが目が形作られる過程で片方の眼球を摘出してしてまう。それとどうなるか残っている方の目から入力される情報を処理する脳の領域が大幅に広げられ神経細胞の配線が組み替えられ片方の損失を補おうとするのである。 しかもこのような臨機応変は目が形成され光の刺激が入ってくる子どもの期間のごく一時期にしか起こらない。私たち人間に極めて長い子ども時代が用意されている意味もこの辺りから見えてくる。子どもの心が柔らかいのは決して比喩ではない。生命にはこんな可変性と柔軟性がたくさんある。 むしろこの柔らかさの方が生命の本質だと思えてくる脳だけではない例えば外敵と戦うための免疫システム。ここでも免疫システムはまずどんな敵とでも戦えるようにランダムな多様性を持ったシステムとして構築されるその後、システムの中でまず自分自身と戦ってしまうような免疫細胞が排除される。 胎児期のある時身体の中の自分自身のタンパク質と結合してしまったものが自殺を遂げる残った免疫細胞は環境に対して提示され外敵と出会ったものはそれを記憶しより鍛えられていく何にでもなりうるような塊として差し出されそれが時間とともに調達され形をとっていくこの点で脳と免疫はとても似ている。 加減性と柔軟性は環境との間で絶えずバランスを取りながら動いている。私が興味を持ち、もっと探求したくなるのは生命のそういう柔らかさである。それは生き物が好きな読者の皆さんも同じだと思う。私たちが生物を見て、それが生きていると感じるのはその柔らかさに触れた瞬間である。本書では、 細胞性年金ウーパールーパーをはじめ恐ろしい綿吹き女寄り合い好きのダンゴムシハートの形に交わるトンボシックスナインで交わるカタツムリエアーズロックに生息する奇妙なエビなどなど福岡博士が出会った柔らかな生命の数々とそこから気づかされたことについて触れてみた「柔らかいからこそ生命」。 柔らかな気持ちになっていただけたなら幸いです。